はい、家族熊本移住チャンネルです。おはようございます。おはようございます。今日は山形灯籠町と、はい、上木山賀の観光をしたいと思います。とラーメン、ラーメン、大黒ラーメン、クリームシチュー推しの大黒ラーメンに行ってきます。レッツゴー。それでは大黒ラーメン出発。今日はニコニコレンタカーではありません。ありません。これ財布持ってきたっけ。え、まあいいよ、持ってきたのだったらワイが出したりやん。悪いだから熊本人来ました。まあ、11時オープンで今1分前で着いたんですけど、結構あの車とかバイクが今続々と入ってきました。メニューとしてはホルモンが結構おすすめらしいんで、小皿のやつ食べようかなと思います。うわ、続々と来てる、うん、でもおじさんばっかりだ。店主のコメントがあって、豚骨 100% と焦がしニンニクの相乗効果で香り高きスープを追求します。スープがね、推しなわけね、うん、みんな折れてますな、おじさんたちが。まあ、熊本市内から10分で来れるからだいぶ近いんじゃないかなと思います。で、熊本出身のクリームシチューが昔からの常連で、結構たくさんの有名人の方が来るんですね。はい、11時になったんで行ってみたいと思います、はい、います。駐車場もこの大黒ラーメンの、隣にあります。なんで分かりやすいかなと思います。駐車場なんですけど、両隣にあるんで、皆さんね、多分どっちから来られても来やすいんじゃないかなと思います。目の前には品そば福湯もありました。いや、なんでそんな突っ込むの？は？ね、こいつさん。ということで、大黒ラーメンから黒ラーメン。いいやな。うん、やりきってますね。僕らが来た時がギリギリ入れて、すぐ
意外となんか入って良さげだったね。車で待ってたけどさ、もう着いたらすぐ入っていい感じだったね。そうやな。味どうでしたか？まあ、なんか匂いはすごかったんけど、そのスープ飲んだら別にそこまで濃くはないから、たまにこう焦がしニンニクがあるから、それでニンニク感じたって感じで。なんか焦がしニンニクさ、なんか私チップみたいなところを噛んだらめっちゃ苦かったんやけど。ああ、焦がしニンニクやった。まあまあまあ、めっちゃ苦っと思って。まあなんかオーソドックスな熊本ラーメンなんで。いやって思った。熊本ラーメンってなんか説明するのめんどくさかったらもうあれ食べさせとけばいいと思った。なんか一番癖ないかもで、私的に。ああ、うん。でも麺はハイハイ熊本ラーメンって感じだった。あ、そうなの。でも他のお店よりちょっと固めじゃない？うん。固めだけど、やっぱ博多ラーメンとかに比べたらちょっと太いじゃん、麺が。でもまあ他の店よりかは麺は良かった。硬かったけん。私の好みだったね。スープはまあ飲みやすいスープだなっていう感じ。入ってあの色紙の多さにやっぱりみんなびっくりするんじゃない？いや確かに。四方八方張ってたり。確かに。あとやっぱクリームシチューがあれしてたっていうので、やっぱなんかテレビとかも多いやろうね、取材とかも。味はまあ、まあぼちぼちていうか、まあ普通かな。ホルモンはどうでしたか？まあまあオーソドックスな。オーソドックスな。なんか別になんかめっちゃうまいかって聞かれたら別にそうでもない。普通、まあホルモンはそんな別に甘辛くもなく、まあ程よい煮込んでんねんなみたいな。柔らかい。そうだね。チャーシューまあ豚やろね、あれ。チャーシューはなんかトッピングですねって感じ。特になんかそれに こだわってるみたいな感じではないね。一番気になったの言ってあげて。一番気になったのが、なんか並んでる順番、券売機があって、券売機で券を買って並ぶスタイルなんだけど、そう並ぶ時にも入り口にすごいこう溜まってる感じだから、誰が一番最初のお客さんかわからないじゃない。で一番最初のお客様って聞くんやけど、聞いてさ、いや僕たちです、私たちですって言い出したらさ、これ喧嘩なるんちゃんと思った。お客さんに聞いてんのはちょっとまずいなと思った。そう、例えば紙で書くとかさ、やっぱ順番ちゃんとしないと、もうなんかね、喧嘩起きそうやなって思ったのと、なんか食べてってさ、真後ろにお客さんがおるのって結構私的に嫌なんよね。一番ちょっと今回出入り口近い席やったら、そう、出入り口一番近い席で、なんかこう早く食べないかんって思ってしまう。やっぱり結構気にしいやから、あれ結構そのなんかそういうの気にするタイプの人はテーブル席あくまで待った方がいいと思う。やっぱ早く出ないかんとか早く食べないかんって思ってしまう、からなーっていうところはある。ただまあおばあちゃんたち頑張ってるからあれやけど、まあ声は出てたでしっかり。キビキビ言うな。キビキビ言うことだし、あのなんかすいませんみたいな感じの提出でもよかった。ただ並ぶ人たちの整理をどうするかをちょっと考えた方がいいんじゃないかな。まあでも長年あれやからあれは変わることない。もうでも普通に考えて、普通に考えて効率悪いと思った。効率って言うんじゃなくて、ちょっと待ってる方にちょっと申し訳ない。いや私先にあれを券売機で買わせるんじゃなくて、それこそあのあれなんだっけ、あの特定ラーメンスタイルがいいと思う。並んでていいですよって案内された人から券売機で買っていく、はいはいはい、そしたらさごちゃごちゃ並んじゃん、うん、あ中に入れた人しか券売機で買えないっていうスタイルにしないと問題起きそうだなって私は思った。いやな、まあ不快に思う人は思うやろうからな。口コミに書いてる人いないのかな、 Google で。のちゃんさすがに。ステリーショッパーうちめっちゃあれやな、見てるわ辛口コメント、はい、そんな感じですね。もうラーメンより並ぶ方の意見の方が多い。ラーメンはね、正直本当にノーマル。熊本ラーメンの一番食べやすい熊本ラーメンですでもういい。あ、でまあ有名人いっぱい来てます、かもなく不可もなくという感じで、まあランキングには入りませんでした私の。あ、はい、多分あれがオーソドックスの熊本ラーメンで、多分私は熊本ラーメンがそんなに好みじゃないんだと思う。熊本県民なくせに。まあ熊本県民やけど熊本で育ったし。愛せよもっと熊本ラーメン。いや違うね、これは愛の道や。ああ、もっと上がってこいよと。そう、熊本が好きだからこそ。だってさ、結局さうち18まで熊本おったじゃん、で18からずっと外出てたわけよ、でも28になって10年後帰ってきたんだ熊本に。それって熊本はやると思う。そうやな。けど
他のねラーメン屋さんを食べてきたからこそ、北海道も食べたし関東も関西も食べたし福岡も食べたし、食べてきたからこそこんなんじゃ通用せんぞと。あ、全国に。そう、いやそれはね、海外に出店してるお店さんもあると思うよ。味せん、味せんとかさ、経過とかさ、そう出してるじゃない、いろんなとこに出してるかもしれんけど、私的にはちょっとまだ爪が甘いんじゃないかなっていうのと、まだ大黒さんはもうちょっとその並ぶお客さんをどう入れるかをちょっと研究した方がいいと思う私は。結局でも全国展開するんやったら、ああいうオーソドックスな味が受ける説あるで。確かに尖ったの結局俺は先説あるよ。確かに、まあでも大黒のやつは別にチェーンいけると思う私。ああまあ確かにいけると思うけど、あの並び方どうにかしないと。まあせやな。いや分からん、でも私がちょっとラーメン屋さんに厳しすぎるんかもしれん。ラーメン屋さんっていうか、まあ飲食店に基本厳しいね。食事を美味しく食べるためにさ、やっぱ大事なことっていっぱいあるじゃん。接客もそうだし、そういう感じでこれからも辛口でいろんなお店をコメントしていきたいと思いますので、皆さんも意見、または違うぞそんな店ではないっていう方がいらっしゃればコメント欄へ。大黒はこんな店じゃないみたいな。うん、まあでも味は普通にノーマルな感じやったですね。あと熊本総選挙のラーメンで食べに行ってないのが川柳だけになりましたね、これで。ああ、たまらんね。あ、天海店が取ってないか。天海店取ってないよ。天海店取ってないけど、まあ食べに行ったのは食べに行ってる。食べに行ってます。あと動画としては川柳と天外店っていう感じなんで、年内にはね食べに行けるとは思うんでね、またラーメン動画もチェックしていただいて、グルメ動画もチェックしていただいて、教育山が討論のね千人討論もチェックしていただいて、今から行く駅の道の駅とかたくさんね熊本の観光名所巡っていきますので、チャンネル登録お願いします。お願いします。ではまずこの動画はこの辺で一旦さよならしましょうか。またねー。バイバーイ。